前田殿も。毎度岩本でございます今日は高木豊さんと一緒に3月8日の神奈川で行われました日本ハム対ロッテの試合を、はい、振り返させていただきたいと思います。豊さんもよろしくお願いします。お久しぶりです、ね、そう、あのさ、はい、鎌ヶ谷でなるっていうのはやるっていうのはどういうことなの？毎年のようにやってますよ。あれさ、はい、お客さんとか入るスペースあんの？あ、スタンドしっかり、あれなんじゃ。いや、あるよ。内野行ったことあるからあるよ、はいはい、ここあんの？外野も。外野も人数によっては開放してお客さん入れる時もあります。あのファンの人たちをバーッと入れてる。でもビッグボスが来るんだから、はい、もうちょっとスタンドがあったらもうちょっと入るのにな。でも入場制限もありますしね。あ、そうか。あ、この先もしかしたらそのスタンド観客動員が増えるような試みがあるかもしれません。なるほど。今日寒かったんですよ。寒かった。試合、まあ、寒かったな。7度とか8度の中で、豊さん寒い時の試合って経験あります？オープン戦この時期。いや、それあるよ。それは若い時は、もう手こすって、はい、いろいろこう温めて、はい、カイロ持ってみたいなことはしたけど、もうベテランの時はいい加減になるな。体、芯から動きにくいですもん。いや、動きにくいし、やっぱ怪我って怖いじゃん。あ、はい、だからまあそこだよね、一番。あ、だからピッチャーって羨ましいなと思ってたの。あ、やっぱずっと動いてるから、はいはいはい、温まるじゃん、はい、だから羨ましいなと思って見てる。なるほど。僕はあの岐阜の長良川球場でドラゴンズ戦で雪の中投げたの覚えてます。もう感覚ほとんどないです。 いくつの時？あ、でも若かったですね。24、5。まだそのエースと言われる前だろ、随分。チャレンジゾーンの時です。まあそうだよな、はい、まあそれはしょうがないよな。そうですね。でも先発でね、なんかもう感覚あんまりなくて、投げたらこうボールが滑っていって、うん、左バッターのインコースビョーって入ってったんですよ。その時福留孝介兄さん、うわーって言ってガーって詰まって、走りながら岩本さん、インコースはないっすよって走って、ね、覚えてます。まあね、あのやっぱバッターってその寒い時詰まるっていうのは地獄だから、ね、それがこう滑ってきたから、それないっすよ言うたのを覚えてます。そんな中で行われたんですけど、はい、結果5対5の引き分けでした、はい、前半、ロッテ打線なかなかのつながりを見せまして、うん、高部でいうと5打数4安打、猛アピール。高部はすごくいいよな。よくなりました。やっぱ井口監督が、はい、やっぱこう若手の名前を出す時に、去年かな、高部の名前を一番最初に出したんだよ、はい、まあ、期待に応えてきてるっていう。そうですね。ほんでもう中堅どころ岡博美もいいところで長打だったりとかそうやってロッテの活躍もあり、前半リードで、あの後半に入っては今度ファイターズなんですけども、うん、今日1番センタースタメンの松本剛が3安打猛打賞。今日ファースト6番ファースト高浜、うん、5打数5打席で4打数4安打。2人とも積極的に使われてなかった選手だよ最近。そうです。そうだよね、はい、やっぱ競争が激しくなってんな、うん、ついついルーキーとか2年目そこそこの選手に目が行きがちな新チーム構成じゃないですか、うん、去年までコツコツ頑張ってたその選手たちが今日鎌ヶ谷で日本ハム対ロッテ、ほんでロッテ浦和で2軍もロッテ対日本ハムやってるんで、そこに選手の振り分けで、うん、まあ、いわゆる今回1軍2軍というよりもビッグボス、ビッグ組ボス組で分けてるそのチームたちが編成分かれたんですよ。だから昨日一昨日までは、まあ、1軍のオープン戦に出てた選手たちがロッテ浦和に行ったりとか、シャッフルがあった中ですごいアピール合戦。そうだな、はい、これでもオープン戦でも5打席回ってきて4打数4安打って結構その気になれるんじゃないですか。久しぶりにやっぱ気分はいいよな。気分がいいのと自分の仕上がり状態をやっぱ結果で評価するからさ、はい、自分の中でも、だから、あ、こういうのがヒットになったっていうのはすごく手応えは感じた試合、はい、ほんでね、万波中正最近よく聞くでしょ。いいなおい、よく聞くでしょ。よく聞くどころじゃないよ。今はもう一番のトピックスの選手ですよ。いや、一番目立ってると思うよ、はい。で今日も出てきて、代打で8回の裏にランナー2人抱えて3点差の場面で出てきたんです。ファーストストライク、ブイーン、もうファーストストライクから仕留めに行くこのオープン戦のファーストストライクどうしたの、ブイーンいいね、まあ、うわ今日もバットよう出てるなと思ったら、駆け引きの中でふっと高めに浮いた球、バーチコーン、鎌ヶ谷のレフトの防護ネットに突き刺さる同点ホームラン。もうシーズンが怖いぐらいの今好調なんですけど、打者としてこのオープン戦の、まあ、いわゆる絶好調ってどんな心境なんですか？いや、俺の経験からするとオープン戦で調子が良かったら一旦落ちるけど絶対その年はいい。絶対万波ある。万中聞いたか。いや、それとここでホームラン狙って打ってるよ、はい、絶対同点の場面で代打で出されて、ね、もう後がない、はい、
8回もう同点スリーランしかないやろって思ってるバッターだよ多分。そういう性格だし、でビッグボスもそれを望んで万波、あ、多分そうだと思います。そうでしょ。っていうのは左の成田っていうのがロッテ投げてたんですよ、うん、でランナー抱えて、ほんでピンチヒッター万波って出ていった時に、ロッテがピッチャー交代、左の成田から右の広畑、ルーキー広畑にチェンジ、万波を仕留めるために出てきたピッチャーじゃないですか。そのピッチャーと対戦して同点スリーラン、状況的にも結果的にも万波中正、この試合の中でめちゃくちゃ野球感の手応えあったと思うんです。万波は右バッターの右ピッチャーの方が捉える率は高いですね。なるほどなるほど、うん、はい、左ピッチャーで食い込んでくるピッチャーってあんまり好きじゃないね。ちょっと逃げていく、逃げそびれたボールを捉えるのが好きだよね。あの踏み込みも激しいバッターですからね。なるほどなるほど、それはもうそれで踏み込んではまった時にはバックスクリーン一直線とか、そうそうそう、人がびっくりするぐらいの打球打ってくれるんです。弾丸ライナーでお前札幌ドーム打ち込むんだよ。あの右のスラッガーがもう本当中田翔、太田大志と2人抜けてるファイターズ事情でここまでアピールできる選手、こかんばしいですよ。いや、やっぱね、環境が変わったりだとか人が変わるとやっぱりやる気にさせてくれるというか、はい、だから万波とビッグボスの相性ってすごくいいと思う。まあ、大型外野手といった意味でもタイプもよく似てるし、性格もこう陽気なとことか考えると共通点たくさんある。絶対あると思う。だからお前でもエースだったらピンピンやってる、乗りやすいと思うよ。なるほどビッグボス何思ったか、同学年やからねいやいや、本当にお互い中年やわ。うん、豊さんの前で言うのもなんやけど、いやだけどビッグボスはスタイルいいな。あの年齢でタイトに仕立てたユニフォーム着れるってちょっと羨ましいですよね。いやそれとやっぱ何よりも楽しそうじゃない。ああ、はい、それが一番いいよ。見た目のスタイルもいいし野球スタイルもいいですね。今日も万波が打った時頭こうやって抱えてた。はい、抱えてました。あれなんで抱えんの？嬉しい時にこう抱えるような。僕勝手な予想ですけど、人参いっぱいぶら下げて野球やってるのかなと思って、商品やちゃんとオフィシャルの賞金とかそういうのを抱えてやってるんじゃないかと。オープン戦の時か、はい、だから、ああ持っていかれちゃったよあいつやるよねっていうような、なんかそういう風に見えます。なるほどね。これなんかいい結果が出た時ほどこうやって頭、はい、ビッグボスが抱えてるから僕、ね、あなんでなのかなとか。それなんで僕これ言ったかというと、ビッグボスが現役の時に、優勝を促すために、あれ2006年やったかな、もう若い選手たちも試合出場するじゃないですか。ポケットマネーでもうタイムリー言ってくれたら俺今年引退するその花道を作ってくれるんだったら俺賞金出しちゃうよ言ってポケットマネーで設立したのがあったんですよ。その時に若い選手がガーンって打った時に塁上で喜ぶ新庄剛志がベンチ上でカー持っていかれたっていうシーンがあったんですよ。今やから言えますけど。なるほどなるほど。なんかねそういうとその時によく似てるなと。なるほどね。はい、まあ、人参をぶら下げるという、やる気にさせるという、ね、はいはい、まあ、人参というよりもやる気にさせる、はい、ということ、はい、だから打ったら次の試合もスタメンだぞって言ってるようなシーンもあったし、なんかそういうようなことで選手のやる気を、今時の選手のやる気をしっかり促してるのかなと思いました。豊さん、はい、今日新外国人選手ヌニエスっていうのが合流して今日試合に出たんですよ、うん、この7度8度の寒いところで、ベネズエラ出身、背番号5、なんといっても新しいファイターズのユニフォームがとても似合っていました。これ重要だと思わないですか？まあまあ、俺が日本ハムのユニフォーム聞いた時似合わなかったでしょ。似合ってなかったです。そうだよな。すみません。いや、それはね、それ似合うのは大事。大事だと思います。俺も着て似合わないなと思った。太陽ホエールズの背番号3番のイメージがこれだけある人がファイターズの縦縞で16番かなんかつけられましたよね。そう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 。いや、豊さんそうじゃないんだよなという似合ってないという、そうそうそう、言った意味です。うん、僕はそういう感想を持ってたんで、うん、いやだから似合うっていうのは大事なことで、大事だと思います。相手チームのバッテリーからしてもなんかやりそうって思うじゃないですか、うん、だその去年のさ、ここまで上げてた外人って誰だっけ、ロドリゲス、はい、右のバッターの、右のバッターの打つ方、最初の打席かなんかホームランかなんか打った、それから中津飛ばずのいたよね。いました、ロドリゲス。いたよね、はい、似合ってなかったもんな、ユニフォーム。お前盛んに言ってたじゃん、はい、早く閉めろってボタン。もう遡ればピッチャーでもいたんですよ。でピッチャーロドリゲスも開けるんですよね、うん、まあ、せっかくだったら紳士たれと、そうそう、止めたいぐらいですけど、 そのヌニエスが今日いきなりツーベースって言うんですよ。でもハングリー精神があるなと思います。メジャーでも1シーズンに30本ぐらいのホームラン打ってる選手なんですよ、うんうん、
もうその選手がツーベース打ってベース上でいきなり溶け込んでました。いやだからあのビッグボスこうどういう風な野球なのか、はい、どういう風に自分が演じていけばいいのかっていうのをよく分かってる選手。そうですね、はい、もう助っ人外国人も合流して、いや期待できるよ、だ期待できますね。 あとは9回裏サヨナラチャンス送りバント毎度お気に入り